これなんか見たことあるね。ちょっと雰囲気赤字庫に似てます。正変性があって、でも傘が若干茶色っぽいというか、あんまりピンクじゃないですね。取れました。こちらおそらく赤字港の禁煙種ミヤマアミヤシグチだと思います。ちょっと網目模様はあんまりわからないですけど、この傘の色がすごく似てる。僕が普段見る赤字港もどきってやつとはまた別な気がします。観光は水性じゃないのでニセアシベニグチともまた違いますね。多分ミヤマアミヤシグチってやつ。これ食べられます。すぐ近くに幼菌ありました。綺麗だ。ちょっと成菌の方はかなり虫が湧いてますけど、こっちはいいですね。幼菌めっちゃ綺麗です。ほら小さな虫が湧いてるの分かりますか。雨が降っちゃうとね、この虫飛び虫っていうのかな、確かこいつがねめちゃくちゃ増えます。無限に出てくるんで結構厄介ですね。ミズナラの枝に何やらプルプルの面白い形のキノコが生えています。これは花びらにかわたけ、食用菌です。こんな感じで薄汚れたピンク色なんですけども、花びらにかわたけっていう名前の通りゼラチンみたいになっててプルプルしてて、花弁がねいっぱい折り重なったような見た目をしています。キノコっていうのは基本名前の通りの見た目をしていることが多いです。これ取ってみます。取れました。僕ね昔これ木材不中菌の仲間だと思っていたんですけど、調べたところキウロコタケっていう木材不中菌の仲間、それに寄生しているキノコだそうです。この木に今のところキウロコタケは確認できませんけど、多分生えてるんでしょうね。こいつはそれの寄生菌です。味はなくてね、食感を楽しむキノコですね。さっと湯がいてポン酢和えにしたりだとか、あと酢の物とか、さっぱりした料理に合います。プルプル系なんで炒め物には合わないです。これ御用井口、1年ぶりですね。名前の通り五葉松の近くに生えるヌメリイグチ科のキノコ。表面雨に濡れてヌメヌメになってますね。はじめはね傘クリーム色に近い感じなんですけど、老成するとね褐色になっていきます。これ結構美味しいキノコで、無難に味噌汁とか鍋物でもいいんですけど、さっと茹でて和え物にしたりだとか、そういうのでも美味しいです。モミの枯れ木から薄平竹が生えています。針葉樹から生えてるから杉平竹じゃないのって思う人いるかもしれません。でもこれちゃんとねキノコの形とか色を見ると一発でわかります。杉平じゃないです。薄平竹はね、まあ白い個体もあるんですけど、こちらの個体灰褐色になってますよね。撮ってみると、ちょっとこれ絵が長いけど、杉平竹に比べるとひだがやや袖で、柄の部分が膨らんでるんですよね。薄平竹はちゃんと小さいながらも柄の構造がしっかりとついています。杉平はねもう柄がないと言って過言じゃないと思います。あとね杉平竹は樹皮が残っているような木からは生えないんですよね。もっと口竹を好みます。まあ、例えばそうですね、これとか、そうこれくらい朽ちてる木が好きかな。樹皮が残ってるような木は枯れてからそんなに時間が経ってないから。杉平竹昔は食用菌ですけど、今ではね有毒種扱いです。こんな標高の高いところに山鳥竹もどきか。山鳥竹もどきって本当日本中どこでも生えますね。あらゆる環境で見つかります。まあ、唯一取れないのが亜高山帯くらいかな。すごい、あ結構実が詰まってるわ。いいわ。これはね多分ミズナラ型ですね。虫がたかってたからどうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃどっしりしてて綺麗です。もう一本、ちょっとこれは虫いるか。あ、でも硬いわ。すごくいい。めっちゃ綺麗じゃん。まあ、山鳥竹もどきの分布域としては限界値に近いところですね。ほんと日本中どこでも取れる優秀な食品です。待って、あれえぐい。やばいやばい。ちょっと斜面で危ないから怖いけど。おお、でけ。見てこのサイズ感。このポルチーニでさえまあまあでかいのにさ、やばいでしょこれ。でかっ。ちょっとこれおもろいから撮ってみよう。見えます、この
でかさ、わかる？えぐいよ。おお、なんかすごいわ。いろいろとすごい。これどう考えても過去一だろ。絶対30ぴったりくらいあるわ。やば。見てください、これを。本当はね、顔と比べたいところではあるけど。すげえよ。マジでかい。はい、出てました。さっき宮間宮市口があったんで、こいつも出てるかなと思って見に来たら、やっぱりありました。こいつはね、僕の予想では普通の赤字港でも宮間宮市口でもない赤字港もどきって呼ばれるやつだと思うんですよね。まあ、赤字港もどきの定義もいろいろあるんで、ちょっと何とも言えないかもしれないですけど、とりあえずね、赤字港2のでかいやつ、めっちゃでかい。そして味もめっちゃいいです。普通の赤字港よりも虫が入りにくい分、こっちの方が個人的には好きかもしれない。色はね、赤字港の方が綺麗ですけどね。それじゃあ撮ります。これほら、あ、結構深いわ。やっぱすごく深いところから生えてくるんですよ、毎回。まだある、この辺だね。よいしょ。おー、深っ。長っ。えぐいね。毎回こうなんですよね、これ。すごく硬くて長いの、ここの株で。やっぱりほら、この時期の虫がほとんど入ってないですね。ここなんかナメクジかなんかに食われた跡ありますけど、普通の赤字港はね、こういうとこに点々がいっぱい見えて、あ、虫だらけだってなる。でもこれはあんまりいない。素晴らしい。そしてもう一本、これ絵がでかすぎでしょ。さすがにこれはちょっとびっくりですね。僕も見たことないです、こんな太いの。さっきの赤山鳥より太いよ。よし、抜いてみますか。いや、でかいね。すごいわ。待って、これやばい、これやばいわ。めっちゃ奥まである。どう、降りたくないね。あ、でもこの辺で終わりっぽいな。あ、来た。何これ。可愛すぎでしょ。いや、可愛いというか、もうごつすぎて、もう言葉を失いますね、これは。やば。はい、ということでこちら、やばいですね。普通に考えておかしいサイズです。完全にさつまいもですね。一番うまいのはやっぱバターでシンプルに炒めるやつ。絵の食感がやばい、本当に美味しい。で、味がすごく甘いの。すごく甘いっていうと、その砂糖とかね、チョコレートみたいな、そういう甘さを想像されるかと思うんですけど、それとはちょっと違う、純粋な食材の甘さというかね、噛んでるとほんのりじわーっとくるやつが、とびきりキノコの中で一番強いと思います。こいつはね、香りないけど、もう味と食感だけはほんと一級品なんですよ。はー、嬉しいですね。なかなか見つけられないですよ、これは。まあ、入るポイント知ってると毎年出てくるんですけどね。こっちにもあったわ。去年もここ生えてたんですけど、やっぱあるわ。すごいね、これも硬い。でもちょっと虫がいそうな雰囲気。でかいからね。まあでもこれも絵とか美味しいだろうから、取っちゃいます。取ります。これもすごい深いんじゃない？わ、やっぱ予想通りだわ。ちょっと見て。これ。ほらほらほら、こっちに続いてんの。なんかね、横に行くんですよね。あんまりまっすぐ下に伸びないの。松茸取り思い出しますね。宮田さんも松茸よりこっちの方がレアだくらいのテンションでしたけど、こいつはね、ほんと優秀な食菌なんですよね。お、取れた。長っ。やばいね、これ。一番太いのだけ食べて2本宮田さんに送ろうかな。はい、こちら全部で3本ありました。ちょっとこいつは若干虫がいる気はするんですけど、全然炒めたり天ぷらだったりなら気にならない程度だと思います。何せでかいからね。で、やばいのがやっぱこれよ。過去一ですね、この太さ。もうなんか安納芋みたいになってるけど、いや、本当に嬉しいです、これは。びっくり。食べるのマジで楽しみ。夜が薄い卵竹、まあ、標高からしてもおそらくこれ普通の卵竹ですね。里卵じゃない方だと思う。ダンダラがほとんどないですね。なんかどっちかっていうと西洋卵滝にも似てる。こ
ちらも卵竹ですね。ほら、やっぱり定置型に比べると若干傘の色が薄くて、でダンダラのあの濃いオレンジ色がほとんどないですね。この辺ではね、こういうタイプの卵竹しか見たことないです。うわ、待って、めっちゃ綺麗これ。えぐ、あ、やばい、枝がすごいです。これサンゴハリタケモドキの成菌ですね。去年ね、すっごい高いところに幼菌2個見つけて、まあ1個低めのところにあったやつを頑張って棒駆使して落として取ったんですけど、まさかのこんなところにありました。これはね、おそらくモミの朽木ですね。倒木から発生しています。広葉樹から出るのがサンゴハリタケなんですけども、こっちはね、サンゴハリタケモドキですね。針葉樹型サンゴハリタケモドキはね、サンゴハリタケに比べると若干あの丸くなる印象だったんですけど、こちらね、成菌になったら割とそのサンゴハリタケみたいにふわっと広がる感じなんですね。まあ、それでもサンゴハリタケほど広がりは見せていないかなとは思うんですけど、いやー嬉しい、これめっちゃ綺麗やん、やば、すごい、中から入ってました、取れた、すごいね。はい、こんな構造をしてます。すごい幻想的ですね。これがキノコかよって感じ。ヒダや観光の代わりにこの通り針状の突起をたくさん持つキノコですね。他にもね、まあ、コウタケだったり、それからブナハリタケ、ニカオハリタケ、カノシタなど針状の突起を持つキノコも結構あります。木から白いイグチが生えてます。これ山イグチ属ですね。白山イグチかな。なんか前もね、木からこうやってニョキって生えてたんですけど、こいつはどうなんでしょうか、木に登るのが好きなのかな。木登りイグチより木登りイグチしてますね。これも薄平竹ですね。やっぱりモミの木から生えてる。割とモミの木は相性がいいのかな。この辺だとね、あと一体ヤカエデとか白樺から生えてたりもしますけど、結構モミの木率高いですね。死の天使ドクツルタケ、やっぱりこの標高帯で見れるドクツルタケが一番綺麗に見える。真っ白でささくれがあって、でこのツバがね、ドレスみたい、超綺麗、すごく柔らかいです。猛毒のアマトキシン類やファロートキシン類を含んでいて、一本食べたらほぼ確実にあの良い木です。ほら、ツボがありますね。たまにね、あの卵竹の卵だと思って持ち帰ったら中白色だったとか、そういうことあるかもしれないんですけど、中身白いやつはね、絶対に食べちゃいけません。ハマクサギ卵竹っていうのが白っぽい卵竹の仲間であるんですけど、白い天狗竹マジで危険なので本当に食べないようにしましょう。あとね、科は違うんですけど、ハラタケ科のシロオハラタケとかね、その辺もちょっとね、この全体像似てますけど、ハラタケ類との見分け方はね、ヒダですね。テングタケの場合はね、この通り白色なんですけど、ハラタケ科はピンク色になります。これ前もこの辺で見かけた赤髪の禁煙種みたいなやつ、またありました。ほら、見た目これ完全に赤髪ですよね。わずかに青緑色に変色しているし、匂いも赤髪なんですよね。でも全体的にちょっと華奢で長い。これマジで何なんでしょうか。ご存知の方いたらぜひ教えていただきたいです。ちなみに前回試食した時はね、味も完全に赤髪だったんで、まあ今回も持って帰ろうと思います。ここら辺に老菌ありますね。雰囲気としてはやっぱり赤髪の老菌と似てますね。ここにもあるわ。でもなんか全体的に華奢で、なんか長いんですよね。おそらく津賀の金婚菌だと考えられます。うわ、待って、来た、来ましたよ皆さん、天然の舞茸です。やりました、自力で見つけましたよ。茶舞茸かな。でっかい水ならの大木に舞茸生えてます。しかもめちゃくちゃ状態いい、超鳥ごろじゃん。もうやばい、泣きそう、やばいよこれは。きたー。いや今日やばい、持ってるわこれは。いや、やばい、これ手で取れるもんなの。うわ、難しいわこれ。ちょっとナイフ出そうかな。ということで天然舞茸採取。ちょっと割れたけど、うわ、でかっ、わ、すごい虫がいる。
でもいいよ、これももらっちゃおう。はい、こちらが初めての天然舞茸。でけえ。うわ、すごい、めっちゃいい匂いする。舞茸だわ。やばいね、超綺麗だよ。一番鳥頃の精金です。マジで神様、本当にありがとう。はぁ、感動だわ。これはやっぱ水ならの大木に入るんですね。はい、ということでこちらが本日の収穫でございます。こちらから山鳥竹もどき、花びら二川竹、赤髪金煙種、サンゴ張り竹もどき、三山アミヤシグチ、これがおそらく赤字孔もどき、多分この2つ別種だと思うんですよね。傘の色結構違う。で、こちらが舞茸。やばい。取れた数はね、もう全部でこれだけなんでそんな大したことないんですけども、今回種類がとにかく豪華すぎますね。こんだけでかいこの芋みたいな赤字孔で驚いてたら、今度はサンゴ張り竹もどきが取れて、さらに次舞茸ですよ。もう何が起きたのって感じ。マジで興奮しました。はい、じゃあ今からねこちら下処理していきます。赤字孔がすごい泥だらけですからね。スーパーで売られているような市販品はね、基本的には室内で菌床栽培されているものなので洗う必要はありません。でもやっぱりね、天然キノコだとどうしても泥とか土とか、あと虫がついてたりします。だからね、これをきれいにしないと美味しく食べられません。ただ調理法とかによってはね、洗わない方がいいキノコとかもあったりして、まあ、そこのところをねちょっとだけ今回説明したいと思います。まずね、僕が基本的に洗っていいとしているキノコ、実はね大体のキノコは洗っても全然美味しく食べられるんですけども、洗えるキノコの基準としては、水に浸しても食感が変わらない、香りが落ちない、旨味が逃げない、そういうキノコですね。例えばこちらの花びら二川竹とか、あと赤髪もね結構大丈夫です。あとこっちのサンゴ張り竹もどきとかね、これも全部洗ってしまって大丈夫です。あとは花びら竹とかヌメリイグチ系、それから風船竹系とか、もう大体のキノコ大丈夫です。でもちょっと気をつけたいのが、まあ、ポルチーニの類みたいな香り系のキノコですね。例えば松茸、やっぱりあれは洗わない方がいいですよね。でこちらの山鳥竹もどきとかも、葉菌はさっと洗ってすぐに乾かしちゃえば問題ないんですけど、成菌以上となってくるとね、肉がすごく柔らかくなって水を吸いやすくなるんですよね。だから観光がちょっと柔らかくなってきてるようなやつは基本的にはあんまり洗わない方がいいんですよね。まあ、汚れてしまったものはもうどうしようもないんで洗うしかないんですけど、ただ僕はねこういうキノコは塩水つけて虫抜きとかはねやらないようにしてます。虫はひどいところだけ削って多少の穴は気にしない、それくらいのマインドで言ってます。でちなみにね、同じイグチ科の赤字孔とかね、この辺のキノコは意外としっかりしてます。特にこういう葉菌の場合はよっぽど長時間つけない限りは水吸わないので、そんなに味が落ちることもないです。で赤字孔はね香りは特にないので、その点においても心配ないですね。だからこいつはイグチ科の中では洗っても大丈夫な部類かなと僕は思ってます。でちなみにね、舞茸に関してはちょっとまあ微妙ですね。できれば洗わない方がねいいとは思うんですけど、樹皮を噛んでたりだとか虫が間に入ってたりだとか、そういうことが多いキノコだと思うので、塩水つけて虫抜きされる方とかも多いですね。市販のものは絶対洗わない方がいいと思います。まあ、今回のね結構綺麗ですよね。だからよほど汚れてない限りはね洗わない方針でいきたいと思います。で舞茸も多分ね水つけて洗ってしまうとあんまり日持ちしなくなると思います。使う分だけ分けてそれを水につけて洗うとか、そういう風にした方がいいですね。洗うときはねちょっと小さめの包丁あるといいと思います。でかすぎるとダメですね、やりにくいです。サンゴハリタケモドキみたいな複雑な構造のキノコはまずね株分けします。こんな感じにポロッと取れますから。で赤髪みたいに泥がこびりついたりするやつは後回しにして最後に洗います。そうすると他のキノコを洗ってる間にねどんどん落ち葉とか柔らかくなって落ちやすくなります。じゃあサンゴ張り竹もどききれいにしていきましょう。軽く分けて石づきは落としてしまいます。でこのふさふさを流水で洗うといいかなと思います。ちょっと今水汚いんでこうやってジャバジャバってやると逆にここに泥が絡むかなと思ってやってないです。きれいな水だったらわざわざシャワーの水流さなくてもジャブジャブってやるだけでもいいかなと思います。まあ、多少の泥はね別にそんな体に害があるわけではないので気にしなくてもいいんじゃないかなと。うん、綺麗ですね。虫もいないし
ちゃ綺麗。花びら三河竹、これもまあ分けれるんだったら分けて、で石突き分けてます。でこのビラビラを綺麗にしたらもう大丈夫です。間のところに虫がいたりするので入念に洗ってください。最後赤アツ、これは石突きって言います。赤アツね、穴開いてるんですけど、これは元からです。中空のキノコなんですよね。ただこの内側がね硬くなくて水っぽくなってるやつ、それはね虫にやられてます。まあ多少はしょうがないかな。赤字口だしやっていきます。ミヤマアミヤシイグチもで、赤字口残りの2本はねあのお世話になってる宮田さんに送りたいと思います。せっかくなんでね松茸のお礼もしたいですし、今回はミヤマアミヤシイグチがあるんでこっちをね堪能しましょう。よいしょ今はこんな感じですね。これはちょっと乾かしておきます。はい、次はポルチーニです。これはねちょっとなるべく洗いたくないんですけど、だいぶ汚いですね。ひとまずねちょっと虫がいると思うんで中切っていきます。あの綺麗ですね、そこまで気になるレベルじゃない。あ、これひどい。こういうのは後で半分に切って確認ですね。部分的には食べられるとかもある。わっ、これもひどい。まあ、こんなもんですかね。ちょっとやっぱ汚すぎるんで洗ってしまいます。ちゃんと石突き処理をしておけばよかったんですけど、ちょっとサボってしまったら汚くなりました。まあ、でも洗うときはねサッとにしてあんまりもう水つけないようにします。ですぐ乾かします。舞茸、これはねどうしようかな。これだけ食べようかな。結構こそっていた。あ、すごい綺麗、全然虫ないわ。なんか全然あんま汚くないよねこれ。根元だけ洗って上は洗わなくてもいいや。こっちすごく綺麗。すげえ、超滑らか、切れ味やばいですこれ。ちょっと今までうちにあるやつずっと使ってたからこれ感動だ。すっげえ切れ味いいですね。
はい、ということで完成しました。まずこちら、舞茸、赤じこ、深山編み足打ち、山鳥竹もどき、それからサンゴハリ竹もどき、計5種類の天然キノコの特盛り天丼です。あと野菜の人参とかシシトウとかナスも入れてます。で、こちらですね、こちらはサンゴハリ竹もどき、赤髪禁煙酒、そして舞茸、花びらにかわたけを使ってすまし汁を作ってみました。で、こちらがちょっと簡単レシピ、サンゴハリ竹もどきと花びらにかわたけのもずくあえですね。ちょっと見た目あれですけど味は美味しいと思います。じゃあいただきます。いやー、今日はね、まさかのまさかの天然舞茸、本当にね、心の底から感激しました。まあ、松茸は案内していただいたけど、こっちの舞茸はね、本当に自力で見つけましたから、マジで自力すごいよ。あんな綺麗な状態で取れるっていうのもまず珍しいですしね。じゃあね、早速舞茸いってみましょう。これね、まあ天丼なんですけど、もうそのまま食べたいと思います。塩も天つゆも何もつけません。まあこの天ぷら粉自体にちょっと塩気があるんでね、それで大丈夫だと思います。いただきます。うまっ、すごい、やっぱ舞茸だわ。舞茸の天ぷらが一番うまいです。食感、香り、そしてうまみ、すべてが揃ってる。もう揃いすぎて怖いくらい、めちゃくちゃうまい。うん、いいね。なんか自分で取った舞茸がちゃんとうまいのって嬉しいわ。栽培品との違いは食感と香りですかね。もう天然物はね、すごい香りが強いです。まあもちろんね、スーパーで売られてる菌床栽培品もちゃんと舞茸の香りあるしめっちゃ美味しいんですけど、これね、香りの強さが尋常じゃない。体感でいうと 1.5 倍か2倍くらい強いです。で、味も濃い。まあ味と香りっていうのはね、割と口の中だと似たような感じで受け取れると思うんですけど、やっぱ風味強いだけあってめちゃくちゃ野生味あるし、それでもやっぱ舞茸の香りだから嫌な強さじゃないというか、めちゃくちゃ上品なのに強い。で、旨味やばい本当に。まあ、天ぷらにしてるっていうのもありますけど、正直初めてキノコで肉とか魚とかそのレベルでうまいなって思いました。基本的にやっぱキノコってね、食材の扱いとしては植物に近いですし、結構味気ないものも多いですよね。美味しいとは言っても香りが強いだけで、旨味はまあやっぱり肉魚には劣るかなっていうものがほとんど。でもこの舞茸は僕の中で初めて肉とか魚とかの旨味を超越したキノコな気がします。すごいです。うん、天つゆなくても余裕で食える、うますぎ。うん、幸せだ。天然の舞茸ってこんなにうまいんだなって。あとね、自分で取ったから余計と美味しく感じる。もちろん天然舞茸を買って食べても美味しいと思うんですけど、自分でこうしたレアキノコを取って自分で食べれるっていうだけで、もううまさが脳内補正で 3,4 倍くらいになってると思います。まあでも実際それ抜きにしても食材としてかなりめちゃくちゃうまいです。うん、うまっ。何これ、うますぎだろ。じゃあね、天つゆもかけちゃいましょう。じゃあ続いてサンゴハリタケモドキですね。これね、洗った時めっちゃ水吸っちゃって揚げるの怖かったです。めちゃくちゃ油跳ねました。いただきます。うん、美味しい。これ意外にありだわ。めっちゃうめえ。食感はね、すごいふわふわですね。もはや衣と一緒ぐらい柔らかい。で、ふわっとした食感の中にスーッとね、なんというか針葉樹っぽい香り、でもあんまどぎつい匂いじゃなくてアロマティックな香りというか、そんなんがね、口にふわっと広がるの。初めてやったけどなかなかに良かったですね。うん、せっかくキノコはうまいのに米がレンチンのやつだからめっちゃパサパサになってる。じゃあ次はね、山鳥竹もどきですね。うん、うわ、すごい香りきた。はじめ 5,6 回噛んだところではあんまり味がなかったんですけど、噛み進めて、まあ、柄のあたりに来た時かな、ほんのりとした甘みと旨味を感じました。香りもいいね。やっぱポルチーニだから。前天ぷらやりましたけど美味しかったんで今回もやったんですよ。大成功。ちっちゃいのも。
うん、うまい。ちっちゃいのも美味しいわ。絵の食感がいい。続いてこちら、ミヤマアミヤシグチですね。動画で出てくるのは多分初めてだと思います。でもこれ赤字口と混同されちゃうレベルで、めちゃくちゃ味食感似てるので、まあ赤字口系とそんなに大差ないんじゃないかなと。いただきます。うん、待って、うまくね、これ。赤字口と全く一緒。噛んだ瞬間に分かる柄の硬さ、緻密さ、ゆっくりとジャキって感じでね、噛み切れる。噛んでるとやっぱキノコが甘い。ポルチーニより甘いですね。香りはないけど味がいいんですよ、こいつは。うん、うまっ。ちなみに赤字口とミヤマアミヤシグチね、まあ見た目傘の色が違うっていうのもあるんですけど、発生環境もちょっと違います。赤字口は赤松の金根菌なんですけど、ミヤマアミヤシグチは水ならのようなブナ科の広葉樹の金根菌と言われています。じゃあ今度はこのめっちゃでかい赤字口ね、まあもどきの方ですけど赤字口と呼んでいいでしょう。やばいね、ナスよりでかいもん。普通にありえないサイズです。これは余ってるやつはね、丸ごとバターソテーとかもありかも。なんかアワビみたいでいいよね。いただきます。うまい。さっきのミヤマアミヤシグチは柄が細いからか結構ジャキジャキとした繊維っぽさがありましたけど、こっちはね、まあまだ陽菌だからっていうのもあるんでしょうけど、すごいゴリゴリしてます。味はねそっくりというかもう全く同じですね。こんなに食べ応えがある赤字口は初めてなんで軽く感動します。まあ今回の MVP は舞茸に持っていかれたんですけど、普段の動画だったらねこれ一発でサムネにしてたと思う。マジでうますぎ。下の方はもっとゴリゴリ感が強いです。うまい。じゃあちょっとね、あの汁が冷めちゃうんでこちら食べていきましょう。まずはね普通に汁飲んでみますね。え、うまっ。やばいですこの汁。びっくり。なんか見た目地味だから大したことないかなと思ったら、舞茸の味めっちゃする。香りやばいです。もう舞茸汁だわ。これで豚汁とか作ったらマジでうまいと思うよ。まずサンゴハリタケモドキ。うん、美味しい。前食べた陽菌よりもしっかりしてますね。結構コリッとしてた今回のは。前のはなんかもうふわっとしすぎてとろけちゃうくらい柔らかかったんですけど、成菌か、まあ老菌になったやつ、結構食感があってなんかホウキタケを彷彿させるようなそんな感じでしたね。うまいです。うん、すごい。舞茸の出汁めっちゃ吸っててうまいです。食感もいいし。うまっ。続いて花びらニカワタケですね。プルプルのキノコ。もう見た目通りの食感ですね。プルプル、チュルチュル、ちょっとコリッともしてるかな。サカズキキクラゲとか普通のキクラゲとかあの辺に似てる感じですね。ただこっちの方が平べったくて多重構造になってるので食感がより楽しみやすいかなと思います。うん、一枚で食べるよりもの塊をそのまま食べた方が美味しいと思いますね。うん、うまっ。の層と層の間に汁が絡んでて味がしっかりしてますね。赤発禁煙酒、これはね、まあ、正直スープ向きではないと思ったんですけど、他のレシピ考えるのがあれだなと思ったんでそのまま一緒に煮込んじゃいました。いただきます。うん、美味しい。なんか雰囲気変わり発にすごい似てましたね。味もなく、かといって食感も別に悪くない。でも紅茸系の食感ではあるので、そんなすごいシャキシャキ系でもないっていうね。でもなんか普通の赤発より華奢なせいか食感に関してはもっとマシになってましたね。なんなら普通に食感いい部類かもしれない。やっぱり紅茸系の仲間は肉が柔らかく薄い方が食感いいんですね。多分ね、これもたくさん集めて刻んで赤発ご飯にすると美味しいと思います。茹でちゃう前はね香りもあったので。続いて舞茸だしの素ですね。うん、うまっ。コリッコリしてる。食感が良すぎるわ舞茸。それに煮込んで汁にだいぶだしが溶け出たはずなのに、本体食べるとまだまだ全然舞茸の香りある。すごいね天然のポテンシャルは。
でも一個思ったのが、天然物っていうのはね、やっぱり自然が相手ですから 100% 毎回その素晴らしい状態のマイタケに出会えるとは限らないわけですね。もし例えばこれがね、あの虫だらけぐっちゃぐちゃで、それこそまあ老菌になってて若干腐り始めてるとか、そんなレベルのやつだったら絶対スーパーのやつの方がうまいと思います。まあ、結局はコンディションもすごく大事になってくるので、安定して毎回必ず美味しいマイタケが取れる菌床栽培品っていうのはね、すごく理にかなっているんですよ。じゃあ続いてこちらですね、もずくあえ。パックのもずくのやつとキノコを混ぜただけなんで、至ってシンプルですね。サンゴハリタケモドキから食べてみます。もずくも絡めて、トロトロだ。うん、あ、これめっちゃいいわ。キノコにしっかりだしと酢の味が絡んでてうまいです。味気ないキノコだけど、混ぜただけでちゃんと味が染みたような感じになる。さっぱりしてますね。うまっ。じゃあ続いて花びらにかわたけ。うん、やばい、これめちゃくちゃうまかった。今のサンゴハリタケモドキよりうまいです。こっちが勝ちました。やっぱプルプルと酢の物って相性抜群ですね。まあ今回の場合酢の物ではないんですけど、味はほぼ酢の物と変わらないんじゃないかな。もずくの酢のやつだし、タレ調合したりとかしなくていいんで楽でいいですね。もずく自体もすごく安いですし、まあ、海藻とキノコ一緒に取れるなんて、なんか健康的でいいですね。これからも花びらにかわたけ取れたらもずく買ってきて混ぜようと思います。うん、いやー、まだまだあるね。今度は普通に野菜とかも食べていきますか。ナス、ナスはうまいに決まってますよね。うわ、柔らかい。野菜の天ぷらの王様っていうとかぼちゃのイメージ強いですけど、僕は正直言うとナスを推したい。ナスの天ぷらめっちゃうまい。っていうか油とナスが相性良すぎるんですよね。柔らかさといい、揚げた時の甘みといい、マジで究極だと思う。もう溶ける、すごい。じゃあ次これ人参。うん、風味がすごいね、うまい。あと噛み応えがある。葉っぱの部分とか永遠に噛んでる。人参の葉っぱって山菜のシャクと少し似ていると思います。人参っていうのはね、実はセリ科の植物でシャクと同じグループなんですよ。でシャクの方もね、別名山人参なんて呼ばれていて、禁煙種とまではいかないけど、かなり近い部類なんですよね。人参もね、なんかその香りとかあんまないイメージありますけど、葉っぱとか結構香草並みに味があるんですよ。美味しいの。うまい。普通に普段の人参も葉っぱつけて売ってほしいですね。あれなのかな、傷むのが早いのかな、葉っぱついてると。次これ、ししとうね。うん、このほろ苦さがマジで天ぷらと相性良すぎる。まあ苦いとは言うけど、正直こんなの苦いの部類に入らないと僕は思っちゃいます。なんか正直噛んでると甘いくらい、めちゃくちゃ美味しい。昔はね、野菜もすごい好きってほどでもなかったけど、特に人参とかナスとかね、年を重ねるごとにどんどん野菜のうまさに気づいていくというか、嬉しいですね。こういう趣味を持ってるから余計かもしれないですけど、野草食べてると野菜のうまさに気づきますね。野草まずいやついっぱいありますからもちろん美味しいやつをピックアップはしてるんですけどもね、うん、まああとはね、ずっと食べてるだけなんで、ね、ちょっと尺も長くなっちゃうんでカットしたいと思います。ごちそうさまでした。腹減ったとはいえ、さすがにちょっとご飯盛る量ミスりましたね。天ぷらも多かったわ普通に。いやー、でも本当に美味しかった。人生初のマイタケをね、まさかの自力でちゃんと見つけられて、僕の大好物のマイタケ天ぷらが作れたということで、今回はとにかく楽しかったです。まだまだね、マイタケ今回使ったのも3分の1くらいなので、残りはね、炊き込みご飯だったりとか家族みんなで楽しみたいと思います。しばらく美味しい美味しいキノコ料理が続きそうです。それじゃあ本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。